こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今私の自宅の物置から録画中継をしております。ここの部屋は物置で、4畳ぐらいの広さしかないところで、カーテンも、かけていないんですね。なので部屋の残響というか音が反射すごいするので、結構僕の声が今反響して聞こえてると思います。ちなみに、録音してるカメラはこれ ILC7M2、α7C Mark II ですね。の、内蔵マイクを使って収録しています。これを、内蔵マイクだとやはり全方向の音を拾ってるんですけども、こういうのをですね、このショットガンマイクロフォン。これは ECM-B10 とか。こういった指向性を持ったものをつけると、反響が拾わなくなるので、普通に聞こえるのかなというちょっと実験をしてみようと思います。他にもワイヤレスマイクとか、いろいろ持ってきてますので、それぞれのマイクの音の違いをちょっと試してみようかなと思います。まず最初は、この ECM-B10 ショットガンマイクロフォンでやってみたいと思います。はい、ショットガンマイクロフォン ECM-B10 に付け替えました。これは3つの指向性を持つ 72g のコンパクトな、マイクロフォンなんですけども、どうでしょう？音の聞こえ方変わったでしょうか？3つの指向性を持っているうちで、A 指向性、前方の音だけを今拾うような形のものに、スイッチを切り替えています。これで、あとそうだ、ノイズカットとかも全部やってますので、部屋の残響音とか、ノイズも、まあ、特にこの部屋エアコンついてないので、ノイズの音もしないと思うんですけども、だいぶ聞こえ方変わってるのではないでしょうか。ちょっと全指向性に、切り替えてみますね。これが全指向性の音です。ちょっと、反響が聞こえるようになってきたでしょうか。ちょっと手を叩いてみましょう。これを A 指向性にしてみると、はい、今 A 指向性に切り替えました。手叩いてみます。まあ反響はするんですけども、だいぶ抑えられているような感じがしますね。続いてですね、よいしょ、この小さな ECM-G1、先ほどの ECM-B10、今のこのマイクは 31,900 円なんですけども、こちら 17,700 円のコンパクトな、ショットガンマイクロフォンです。指向性の調整はできないんですけども、アナログ出力や、外部マイク出力とかもついている、割と対応性の高いマイクになっていますので、これちょっと付け替えてみようと思います。はい、今、ショットガンマイクロフォンの ECM-G1 に付け替えてみました。いかがでしょう？割とこれも反響音を抑えられた感じで撮れているので、こういう、狭い部屋で、反響を抑えた収録をしようという時にもショットガンマイクロフォンっていうのは効き目がありそうですね。続いてはですね、よいしょ、これにしようかな。ショットガンマイクロフォンなんですけど、ECM-M1 という一番新しく出てるショットガンマイクロフォン。こちらは8つの集音モードがついているオールラウンダーなマイクロフォンで、ショットガンマイクロフォンなんですけども、これはステレオで収録ができます。ステレオの収録とそれとあとこの A 指向性も超 A 指向性と A 指向性と前方指向性と3段階あるので、これちょっと試してみようと思います。はい、マイクを付け替えてみました。今、ステレオになっています。お、ステレオになってますね。これだとやはり全方向の音拾っているので、結構こう反響音が入っていると思うんですけども、これをですね、超 A 指向性に切り替えてみますね。これが超 A 指向性になります。一番前方に、音がまとまるやつなんですけども、結構、それでもやっぱ部屋のせいなのかな。これは超 A 指向性じゃなくて、A 指向性ですね。それほど変わった聞き方にはならないかな。で、前方指向性にできますので、これが前方指向性。指向性を少しずつ広めてきています。次が、全方位になります。はい、これが全方位の音です。どうでしょうか？A 指向性でこれいけるかな？これが超 A 指向性。そしてステレオがこれ。これがステレオです。というような形でやるのが ECM-M1 です。次、最後はですね、ワイヤレスマイクロンの ECM-W2BT、27,500 円のものになります。
ちょっと前のモデルになってしまって、最新型のワイヤレスマイクではないんですけども、このアダプターとかね、ちょっと面白い、ね。二つを一つにすることができる。残念ながらこれは充電端子がマイクロ USB になっていて、Type-C にはまだなってません。最新型の、ACM-W3 の方は Type-C になっているので、これから買うんだったらそっちの方がいいかもしれないですね。ちょっとマイク付け替えてみます。はい、マイク付け替えてみました。ワイヤレスマイクロフォン。ACM-W2BT です。これほとんど反響なくいけますね。どうでしょうか。全く反響音がないのかな。まあこれもちょっとマイクを離してしまうと反響音が拾うと思うので、ちょっと離してみますね、マイクを。どうでしょうか。これで、それでもまだいけるかな。ただちょっと音量のレベルが低くなってしまいました。これ使うとき大体この辺につけると思うんですけども、そういった時はですね、これアテネーターがついてて、マイナス20デシベルでやるとオーバーしないかなと。こうやって離して、使うときは、アテネーターを今切り替えました。0デシベル。ちょっとレベルが高いかな。こうやってレベルを上げて、取るようにするんですが、こうするとちょっと反響音がしますかね。上げするとちょっと音割れてしまうので、胸元で使うときは、もう今割れちゃった。マイナス20デシベルで使うのがいいかなと思います。この辺に挟んでこうやってつけるんですけども。これがやっぱ、反響音拾わないで済む方法になるかもしれないですね。じゃあ続いてはちょっと屋外に出てやってみようと思います。はい、屋外に移動してきました。今度は、外でちょっと近所電車が走ってるんですけども、ここで試してみようと思います。今はこれ α7C Mark II の内蔵マイクで撮っています。電車の音とどれぐらいこう入らないで聞こえるかっていうのを試そうかなと思うので、電車が来るたんびにですねマイクを付け替えて試してみたいと思います。まず最初はショットガンマイクロフォンの ECM-B10、 これを A 指向性にして試してみます。はい、これが ECM-B10 です。風防をつけて、でカメラのですね風切り音も、風切り軽減も、イニにしています。ECM-B10 の A 指向性でこのような感じの聞こえ方になります。どうでしょうか。はい、続いては ECM-G1 です。最もコンパクトなショットガンマイクロフォンです。こちらは指向性の切り替えできないので、前方の指向性だけになるんですけども、それでこのような聞こえ方になります。聞こえ方はいかがでしょう。 ECM-B10 と違いがあるでしょうか。はい、これは ECM-M1、 それの超 A 指向性にしているところです。ウィンドスクリーンをつけているし、風切り音低減もしています。それとあとノイズカットフィルターもオンにしています。これが ECM-M1 の超 A 指向性の音になります。もう一回 ECM-M1 で、次はステレオの音でちょっとやってみようと思います。はい、これはまた ECM-M1 のステレオ音声です。こっちが左、こっちが右です。 ECM-M1 のステレオ音声です。これも風防をつけて、録音しました。続いてはワイヤレスマイクロフォン試してみたいと思います。はい、これは ECM-W2BT ワイヤレスマイクの音声です。マイクはここについています。アテネーターはマイナス20デシベルにしています。こんな形で音が聞こえます。ワイヤレスマイクの ECM-W2PT でした。新型 W3 というのが今発売になっています。いかがだったでしょうか。4種類のマイクの、違いをですねテストしてみました。α7C Mark II の内蔵マイクを入れればこれで、5種類ですね。それぞれに、それぞれ得意分野とかもあって、やはりナレーション撮りで、マイクをつけられないということであればショットガンマイクロフォンになると思います。ただ、カメラがあってステージが観客席があってステージがあってというようなところで撮るときっていうのは、ステージの音をショットガンマイクロフォンで撮っても音っていうのは近くのものを拾うのがすごい得意なので、できればワイヤレスマイクで
ステージに、マイクを置いてしまった方がいい音で撮れるのは間違いありません。ショットガンマイクより使うよりはワイヤレスマイクを使った方が遠くのものを撮るときは得意なんですが、シチュエーションによってはそういうことが難しいケースもあると思います。そういったときは、ECM-B10 ですね、こちらをお使いになられると良いかと思います。はい、これが、ECM-B10 のですね、ショットガンマイクロフォンの A 指向性の時の音声になります。内蔵のマイクを使うよりも指向性も高められるので、周りの音が張りづらいと思います。向こうの方で、今工事をしているので、その音声も入るかと思うんですけども、ノイズカットフィルターが、結構効いてると思います。あと今また電車が通り始めていますけども、これの、音の入り方なども、違うんじゃないかなと思います。はい、このマイクは、最も小型な ECM-G1 になります。アナログのマイク出力ができるので Vlog モニターをつけた Xperia への音声入力もできるし、デジタルインターフェース収納ついてないソニー のアナログインターフェース収しかついてない、カメラでも使えるし、アクセサリー収納ついていないカメラなどにも外部マイク入力出力から、音声を取り込むことができます。最も軽量コンパクトなショットガンマイクロフォンになりますので、オールマイティに、どのカメラででもこのマイクでしたら使えると思います。このマイクは ECM-M1 です。オールマイティに8つの、集音モードが使えるもので、今当店では一番人気のものになっています。今は A 指向性のものをつけています。ステレオ収録もできるショットガンマイクロフォンってこれだけなので、ナレーション撮りをこうやってするとき以外、自然音を撮りたいとか、そういった Vlog を撮られている方にもステレオ収録が使えるので、そっちの方が、とても重宝できると思います。自撮りばっかりじゃなくて何でも撮る方はこのマイクがおすすめかなと思います。ちなみにこれはですね、ECM-M1 でステレオモードにして、そして、ノイズカットフィルターを全部オフにしてみました。カメラの方の風切り低減だけはついているのと、ウィンドスクリーンがついているので風切り音はしないと思うんですが、周りの、環境音ノイズ含めて全て拾っているんじゃないかなと思います。そしてこれが、最後ワイヤレスマイクの ECM-W2BT です。当店で、Vlog 習得するときはほとんど、このケース、私が話す、セミナー風の Vlog などはこれを使って収録しています。一番、ノイズに強いマイクなのではないかなというふうに思います。風が今鳴いているのと、あと電車も今来ていますが、私の声が、おそらく一番聞こえやすいのはこのマイクではないでしょうか。私よりも電車の音がかなり耳に届くのは大きいんですけども、おそらくこの音が一番入っているんじゃ、私の声が届きやすいのはこのマイクなんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、このモデルはですね、レシーバーが、受信機側の方にもマイクがついていて、切り替えでミックス音声にすることもできます。撮影されている方と演者である私の掛け合いなどを撮ることもできます。それは ECM-M1 でも前後方向というのがついているので、それを使うことで、前後の人の、会話のキャッチボールなどを収録することもできます。これらのマイクはですね、すべて、当店店頭の方にも展示しております。おっしゃっていただければカメラに、イヤホンをつけて違いを聞き比べてみると一番違いが分かると思いますので、店頭でお試しいただくと、マイクの違いがよく分かるんじゃないかなと思います。マイク選びの参考にしていただければ幸いです。店頭でもお待ちしております。